皆さんこんにちは。こんにちは。じゅんです。ゆきです。本当にお久しぶりですね。お久しぶりです、うん、皆さんもう忘れてしまったかもしれないんですけど、はい、ゆきちゃんが PGA ゴルフデビュープログラムということで、今回は4回目、ゆきちゃんが4回目のレッスンに行ったのを、はい、振り返りしていきたいと思います。はい、お願いします。はい、だいぶ前なんでね、2ヶ月ぐらい前かな。そうですね、うん、夏の格好してます。夏の格好してるね。この日は何をやったかって、この日は、うん、確かウッドとかだったと思います。そうだね、うん、4回目ウッドやって、うん、次5回目にドライバーと仕上げのパターンみたいな感じでたね、はい、じゃあ早速4回目の動画を見ていきたいと思います。はい、昨日おとといも時間続きました。お、どうでした？アイアンは安定してきたんですけど、うん、この間やったフェアウェイウッド、確かに今忘れちゃって、まあ今日ねフェアウェイウッドやりたいから、はい、もうなんかボロボロでした。わかりました。じゃあ今日ちょっとすっきりして帰れるように、はい、この親指と人差し指でできる Y 字はどこ向けば OK でしたっけ？右の方。はい、そうですね。じゃあ右手もブラーンとしたまま握ると、まあ右の首筋の横あたりにこの Y 字が刺しますよと。はい、グーが縦に1個スカスカ入るぐらいで、グリップエンドは左内もも前、はい、で小さいスイングの時の土台は狭くていいから、そうですよね。久々にやるとね、うん、なんか分かんなくなっちゃうんだよね、はい、うん、だこれアプローチ寄せにも使えるし、はい、これの延長がフルショットなんで、これが当たんないとちょっと厳しいということになってくるので、うん、オッケー。カゴの方向で、はい。自主練の時もこうやってます。細かいのかな、うんうん、どんどんみたいな。これだとこの右手のこの Y 字が交差しちゃってるから、手がそうなんですよね。なるほど。そう、そう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 。結構かぶりますもん。そう。やっぱグリップがね、本当に一番。ね、はい、気持ち悪いな、ね。その気持ち悪い方が正しい。ってことはちょっと間違えて握り方してたかも。はい。ね、ちょっとこう下から握ってたのかな、うんうん、上からね、OK、うん、ナイス、うん、うまい、 OK、 うん、オッケー、ナイス。右足開いちゃうんですよね、そう、後から見て思いました。じゃあユーティリティ、はい、はい、うん、結構いいですね。いいですか、はい、ちょっと打ってみましょう。 OK、うん、まあ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 、インパクトもっと強くしていいかな、うん、あ、それぐらいは振っていいですよ。それぐらい振っていいです。肘の高さ変わらずに体がターンしてくる。そう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 、そうです。ここかな、こっち、こうならない、あ、こっち、うん、そう、なぜかというとスイングプレーンっていうのが存在するから。スイングプレーンって何っていうと、ゆきさん構えたものに対してのボールと両肩結んだ仮想の平面、うん、首のとこだけ穴開いてるガラスの平面、板、はい、そこに沿ってあげたいから。なるほど。沿って、ここに沿って、そう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 、こうですね、うん、これこうしちゃうとクラブヘッドがガラス割れちゃうから、こうです、そうです、はい、そういうこと、そう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 、うん、そこに上がってきてグリップアドレス正しければまっすぐ行きますよって一応理屈になってます。わかりました、はい、どうしても後ろに上げすぎちゃう、ね、ナイスイング、ナイスイング、はい、いいですよ、うん、今でも上がったところは良かった、空振りして、ね、空振りしちゃいましたね。受ける、そう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 、上がった時にグナってなっちゃう、こうしたい、ごぼう持ってる感じ、うん、手前持ち、こうです、うん、もう一回構えましょうか。ちょっと振り遅れて、ちょっとこの日すごいなんか調子悪かったですよ。分かってきたからなのか、うんうんうん、単純じゃなくなってきて、これコックって言うんですよね、はい、リコックって言うんですよね、はい、リコックはやっぱり意識しないと、ね、はいはい、ちょっと一回リコック意識して素振りしてみてください。やっぱクラブが変わると、そう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 、イメージも、あー、すごく、そうやって振れたらいいですね。悩んじゃうよ。オッケーオッケー。そのタイミングだと右には行かなくなる。確か前回右行ってるのなんでってなって。なんではこの畳、リコックのところが遅いから
クラブヘッド右向いてあって向こう行っちゃいます、ね、しかもこれくるってやるとくるってやると結構体回るからやっぱり、うん、はい、そう、手はね、やっぱ最初は振った方がいい、ね、ピッと、そうそうそう、ナイス、うまい、どうしても体の先に、うまい、いいですね、ナイスナイスナイス、これ今綺麗でしたね、うん、まっすぐいってる、うん、うん、いいね、ゆきさん構えるときにここすごい反ってます？あんまり反ってない、大丈夫、なんか多分反る癖があってあんまり反らない、反らない方がいい、うん、だって一番回るとこですよね、背骨のゴルフでここ、それ反っちゃうと背骨の横に筋肉ついてますよね、脊柱起立筋つってね、それ締めちゃうからちょっと痛めやすくなっちゃうから、なんかバレーやってたんですよ、あ、やっぱりそう、あ、バレーやってる方ね、そうなる人多いですよね、そうなんだ、お腹へこませて息吸った時にドローインって言って、あの腹圧高めるやつね、このまま前傾してちょっとお腹緩めたいぐらい、背中反るんだったらお腹を一回引っ込めて息吸ってね、まあ、してそのまま前傾して、あ、そしたら反らない、そう、反りづらくなる、うん、そしてそれでちょっとお腹緩めてあげた方がいいかもしれない、はい、またやること増えちゃった、はい、そうなんですよね、うん、あ、いいですね、うん、ナイス、 OK です、 OK です、ここにね、やっぱ空間を作らないといけないからね、反っちゃうとね、詰まる、なるほど、して形がちょっと違うと、うん、で長い、太め、太め、しかも長い、飛ぶなので振り遅れやすい、また右にもっと行きやすい、はい、あ、構えいいですね、かなり、うん、いい感じ、かなりいい感じ、うん、左打ちも、左打ちも前はもう絶対です、はい、そう、ナイス、うまい、真ん中、ウッドはね、どうしてもね、振り遅れちゃう、みんな、そうそう、手がね、振れない、やっぱりリコックは意識、うん、オッケー、ちょっとグリップ変えましょう、みたいな感じです、グリップ左手がもっとかぶってて、うん、大事なのはこことここつけて V 字が右ってこと、離しちゃうと、うん、じゃあ入ってみたい、あれぐらいじゃない、むしろその方が Y 字がちゃんと右肩刺してます、あの正面から、うん、ちょっと慣れましょう、それに、ナイスナイスナイス、はい、しい、うん、やっぱりちょっとこう離れる癖もあるから、そうなんですよね、でゆっくり上げてもらって低い位置でこれができる、もう一回戻しましょうか、そっか、高いのか、だからグニャってなってるのか、そう、低い位置でそれができるよ、そう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 です、そうです、そうです、そうです、うん、あんまり肘の高さが変わらずにこういう運動したいっていうのは、はい、それはちょっと初めて聞いたのに、おー、オッケーオッケーオッケー、そういう使い方、はい、それ難しいですよね、うん、どうしても手を上げちゃうから、うん、難しい、うん、こう動いていいんですよ、こう上げすぎです、こう動いていいです、はい、出だしに一瞬だけ全身がパッて回るんで、はい、はい、ちょっと一回ゆっくりやる、そうそうそう、そういう入りがあっていいんです、これ、うん、そう、コックと骨盤その入りとコックそれ、そう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 、そう、そういう入り、でも行き過ぎた、うん、そう、それぐらい、うん、それでも言われる前に言うみたいな、はい、気づいちゃったあ、いいね、そう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 、だいぶ良くなってきた、うん、まあ、これ前も言ったことあると思うんですけど、素振りしたらこっちの方で音が鳴るように、前の方でこうなっちゃってるからヒュンって音が前の方で鳴るよ、はい、ちょっと一回そういう素振りしてもらっていいですか、はい、そういうことでやると後ろにドンが減ってきます、減ってくる、ボール見ちゃうとね、あ、でもそれぐらいそれぐらいそれぐらいやっていいですか、ね、難しいね、当てるようにしたいから、当てるようにしたいから、うん、したいからハーフショットこれぐらい、
でちょっと、うん、でちょっと打ってもらっていいですか。そう、それでまず通り方ちょっと覚えちゃう。クラブヘッドを低く長く出してあげる。そう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 、それでやっとちょっと届いたかなぐらいですよ、うん、ほんのちょっと。ナイスナイスナイス、うんうんうん、うん、うん、今のは納得いかない、うん、リコックが遅かった。乗っけた方がちょっと打ちやすいかな。もう一丁、多分そしても構えはだいぶいいと思います。あー、ナイス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 、当たり的にはまあまあでしょ。遠くはまあ別だとして、今日はちょっとフェアウェイ打ってやりましたけど、はい、いまいち当たりが、うん、ちょっとなのかな、はい、うん、でも全然乗っちゃっていいです、大丈夫です、うん、調子に乗っても楽しんでやっていいです。でドライバー使った後は、まあ、大体フェアウェイウッドとかユーティリティ使うから、はい、やっぱりこれ当たるようにはしたいかなと思います、ね、うん、ただグリップとかアドレスがあってのですからね、はい、これまあ毎週言ってますけども、はい、ここすごい大事になってくるので、うん、なんかフェアウェイウッドだからこうするとかないようにしていきましょう、はいはい、またイメージトレーニングしておいてください、はいはい、ありがとうございました。ありがとうございます。お疲れ様でした。おまけ、うん、いいね、うん、OK、 OKOK、 ママですね、うん、いつも終わってからちょっと自主練習させてもらって帰るんですよ、うん、あ、そうなんだ、忘れないようにと思って、自分でやるっていうのをやらせてもらえるんだ、はい、ゴルフってやっぱさ自分の気持ちいいやり方でやろうとする、うん、しちゃうから、はい、まあ、私もたまにこう確認しないと、うん、そうなんですか、なってたりするし、まあ、さっきこう、なんだろう、なんかここに板があると思って、うんうん、その延長線上に手を挙げろって言ったけど、うんうん、私もこう気づいたら後ろに上げてたりするから、結構それはいつもあここだなっていうのを、うん、気をつけてやってるんですか、うん、確認してやったりしてる、たまにね。基本やっぱ大事だなって、基本ができてれば元に戻れるから、うん、もうすごい大事な、なんかこう練習というか先生のアドバイスがあるなって思いました、はい、どうですかここまでのレッスンは。レッスンは、うん、いやもうだからそれこそ本当に最初に絶対に前回のおさらいもしてくださいますし、うん、でやってるたんびに全部ちょっとダメなところを一回一回ストップって言って直してくださるので、本当私苦手なんですけど、うん、ざっくり行きたいタイプなので、はい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 、でも一回一回こう注意してくださるし、その先生もすごく分かりやすいので、うん、納得してできるので素直に、うん、はいって言って聞いて、なるほどね、うん、一個一個徐々に学んでいってる感じがします。なんかね普通ね言われたらちょっと、うん、私このペースでやってるのにみたいないいじゃんって思うけど、何何、うん、みたいになるけど、うん、なんか先生は本当に受け入れられる言い方をね、はい、うんうんうん、してくれてるってことだよね、うん、そうなんですよね。なるほどね、本当に先生のアドバイスの雰囲気とそうなんですよねマッチしてたね、はい、今回ゆきちゃんはね、はい、ゆきちゃんね最近もう、そうなんですよね、これはもう終わってるんだけど、はい、終わってるんですけど、まあ、かなりゴルフもね、はい、ハマっちゃってるみたいで、ハマりました。ラウンドの回数もすごい本当そう、ね、多いんですよね。ゆきちゃん の, そのインスタグラム、まあ全然会ってないからインスタグラムでしか見てないんですけど、うん、ゴルフばっかしてる今ちなみにこの間、うん、丸の内クラブで113、うん、すごい出しちゃいました。113出しちゃった、はい、それ何が良かったんだろう。その日は、うん、私ドライバーちょっと苦手なんですけど、うんうん、なんかどうしても右にわーって行っちゃうし、あ、こっちね、はい、でもなんかアイアンがやっぱ基礎からすごい先生が本当にこうちっちゃいスイングから全部やってくださってるし、毎回やってくださってるので、アイアンが結構好きで私も当たるので、なるほどね、はい、それで結構追い上げてる感じです。あ、初心者の人ってフルショットばっか練習するから、うん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 、この短い距離って、うん、もうコースでなんか初めてやるじゃないけど、うんうんうん、それでなんかカンカンなんか大変になっちゃいますよね。お友達とかそんな感じじゃない？そうそうですね、すごい仲いい子、はい、うん、パーマやってます。ゆきちゃんはいやこれやればいいのに多分分かってると思うんだけど、うん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 、多分最初はそうなっちゃう。そうなんですね、やっぱその、ね、ちっちゃい距離できてる。そうですね、113先生のおかげです。先生のおかげ、このレッスンの成果が今出ているということですね。一人で打ちっぱなし行って、うん、自分でこうリンゴルフ見ながら、うん、こう練習もしてます。
昨日も行ってきました。なるほどね。週に1回ぐらいは行くようにしてるので、うんうん、行って見ながらやってます。うんうん、じゃあこれはもうゆきちゃんのDVD 化してるってことですね。そうです、私の中で。そう、なるほどね、はい、で皆さんもね、なんかこれを見ながら練習とかにね、うん、役立ててもらえたらいいなと思います。はい、はい、はい、ということで最後の締めをお願いします。はい、ごめん、何でしたっけ。皆さんご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございます。高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。